1952年オスロオリンピックは、1952年2月14日から2月25日まで、ノルウェーのオスロで行われた冬季オリンピック。オスロオリンピックは1947年6月1日に、スウェーデンストックホルムで開催された第40回 IOC 総会で、コルティーナ・ダンペッツォ、レイク・プラシットを破り開催が決定された。対戦中、ノルウェーは、 ナチスドイツの占領下にあったため、連合軍からの空襲及び、ドイツ軍撤退時の焦土作戦により大きな被害を受けた、ノルウェーの戦後復興の大きな足がかりとなる、こと期待しての五輪招致だった。開催決定後は、ドイツチームの参加の是非が議論され、大規模なドイツ参加反対運動も起こったが、結局西ドイツの参加が許可された。同時に、日本の参加も許可され、 五輪への復帰となった。公式な開会式は2月15日に催されたが、前日の14日に小規模な2つの式典が行われた。また2月15日から25日の間毎日、少なくとも一種目で決勝戦が行われた。開会式では、本来国王方根7世が開会を宣言する予定であった。しかし、大会直前の2月6日においである。 イギリス国王ジョージ6世が死去し、ホーコン7世は葬儀三列のため急遽とえ、式典は不参加となった。そのため、王大使オーラブの長女、ラグンヒルが祖父の代理として開会を宣言した。式典では、ジョージ6世追悼のため全参加国旗は半旗となり、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの英連邦王国各選手団は無償をつけて参加した。 ありがとうございます。